次の超ヘスは誰やろうな。名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。やった、俺や、よっしゃ。ハッピー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 。またカイドウじゃないの？僕も変わったからな、フォルムチェンジだ。お、あいつは。やあカイドウ。すまん。今度タナピーさんに情報修正できるか声かけてみるよ。裏切り者。お前は仲間だと思ってたのに。エース山とか来た時だって一緒に悲しんだのに、潮干狩りが来た時だって一緒に環境落ちしたのに、なんでなんで一緒に落ちぶれてくれなかったの。なんかごめん、もう散々だよ。新しいカイドウ出ないプラスせめてのものの情報修正がなかった。もう青カイドウこのまだだともう未来真っ暗だよ。エースヤマトには防御虫ですぐ倒されるし、白ひげは俺の完璧上位互換だし、しまいに甘え、ね、お前敵を無視して旗を握るな。なんやねん、攻撃したら吐き出るって。俺は愚か、交渉キャラに人権なくなったぞ。すまない、本当にすまないと思ってる。今すべて聞いて思ったことは、しかも俺はお前を同類と思ったことはない。バウンティーでお前のあだ名知ってるか。お前はセミ、俺は海賊王で、ぐわお前がそんなこと言うならいっそのこと倒してやるぜ。ブルーパワーのホロブレス、来るか。俺のこのスキルカムサリは 50% の割合ダメージプラス、今食らったボロブレス分のダメージをお前が耐える。特性で一回復活したな。最後に言い残すことはあるか。ねえ、あ、待って、さっきお前が言ってたタナピーさんに情報修正頼む。何か引いちまったぜ。そういえばお前フランキーにも弱いんだったね。バウンティーラッシュ5周年1月1日、息子のヤマトは最強になった。エースとタッグで登場して誰も止められることはなかった。おい親父、ラーメン食いすぎた。いや、ただの正月バテさ。その3週間後1月24日、白ひげ、お前だけ4校超フェスになってないよな。バウンティーやっていけそうか。辛くないか。知らないんすかカイドウさん、俺も新しい超フェス出たんすよ。そうか、よかったな。ディフェンダーで旗を守るのは気持ちがいいです。そして2月14日バレンタインの日に起こったなんてことのない、ただの永代のリーグだったのに、カッサほとんどロジャーだった。ランカー案件だ。今はとにかく休め、リンリン。こっちもロジャーを送らせた。もう、あの人一人でよくないですか。去年までディフェンダーが強すぎた影響もあったのだろう。ウジのように黒ロジャーが浮いた。旗を抜いて抜かれる。その繰り返し。抜いて抜かれる。みんなは知っている黒ロジャーの走り方。まるで黒光りした動きの速い生き物のような。あの日から自分に言い聞かせてる。ゲッター環境は何も珍しくはない。周知のことを知った上でディフェンダーとして旗を 150% まで貯めてきたはずだ。ブレるな、ディフェンダーとして仕事を果たせ。ディフェンダーいらんくね。説明しろ親父、その姿は。相棒のイエスから聞いただろう。もう無理ゲーなんだ、青カイドウでリーグをやるのは。だから人獣になっただけさ。あんたはずっと青カイドウを貫くんじゃなかったのかよ。ディフェンダーを封印してゲッターだけの環境を作る、そんな楽しくねえだろう。ぬきぬきせこせこするの本当に楽しいか。傲慢だな。お前はヤマトだから最強なのか、イエスヤマトだから最強なのか。くっ、殺したければ殺せ。それには意味が。
おまけ。戦う走るよクロロジャー、行こう走るよクロロジャー、大好きなのは、はい、せーの、寸止めされた旗。あ、ロジャー船長、何、早く旗抜きな。抜かない。いや抜けよ。抜かない。いや抜けって、まだ残り1分あるだろ。ちょ、マックス、抜けよ。抜いてくれる。抜かない。ごめんね、愛しの船長。いや、く、初手ロジャーか。わはは。しかもカムサリ来るな。レース。か。で、おい、鬼かよ。生贄がかりみたいに使うな俺を。すまん、任せた。ち、来るタイミングはどこだ。あいつずっと走り続けるからな。ここだ。まだしないのか。無敵ですから。ふう、まずい。カムサリ。俺が親父を終わらせた。壁を貫通するカムサリ。ち、どうやら俺の環境も終わらせられたようだな。生きてこそのこと。あんなの避けれるわけねえだろ。いや、ありがとうだぜエース。お前のおかげでこっちの旗は取れたぜ。お、旗があるな。何、ね、もらってんけど。くそ、攻撃したら混乱するの忘れてた。やりてえようにやらねえとゲッターやってる意味ねえだろ。おりゃどいつもこいつも情けねえ。お前は火災のキング。バカよせ。お前は無敵スキルもない、状態上耐性もない、無謀だぞ。俺を甘く見られたら困るな、カイロウさん。いけるのかお前。さてさて。わっはっは。タガが斬撃、調子に乗るな。相手を見極めろ。あのカサカサした動き、反発、混乱、割合ダメージ、避けろよ。カムサリー、ここだ。ふっ、うお、あいつ噛んで避けやがった。狙いは悪くないが、見聞色使いはここにもいたということだ。さすがだな。が、2個目、いや3個目はどうする。ちょっと待って、来すぎだって。ちょっと待って、穴じゃ済まさね。カムサリー、もうそんな反則や。カムサリー、チュピチュピチャパチャパ、ドゥビドゥビガハガハ、巻き込み、ドゥビドゥビガーガーガー。わっはっは。え、他の俺が倒れて、え、一人のアタッカーには気をつけろって。はい、レッドシャンクスは危険です。こいつがレッドシャンクスか。くっ、回避を。え、相手になる。ガー、なんだ、ぶっ飛ばされたのか。しかも一回復活してしまったか。さっきは随分と楽しそうだったな、船長。なんだ、今度は体力が少ない。体力ごと削られたのか。もっと楽しんでくれよ。く、無敵スキル、ダメだ、間に合わない。邪魔するな。こいつをすぐ倒すにはスキルぶっぱしないとなかなか倒せない。さて、もう一人のロジャー。何？一人のアタッカーには気をつけろって。ああ、エンマゾロは危険だ。こいつがエンマゾロか。いつぞやの環境と。さっきは随分と楽しそうだったな。いかん、無敵スキルまだ溜まっていない。もっと楽しんでくれよ。やめてくれ。俺たちもまだ捨てたもんじゃねえね。うるせえ。よし、今なら白旗取れる。カムサリー、こいついいとこ当てやがる。この旗は渡さないぜ。お前最初出た当初はバウンティーの4皇って言われるぐらい強かったって。まあ時代とともに環境は変わってくるもんさ。少しでも時間を稼げ。ブダヒゲ、お前は何がしてんだよ。今ブダヒゲって言った？ゲッターをひたすら狩れという作戦で。丁寧に聞いてんだ。俺か。ゲッターのやつがアタッカーより狩りまくる環境になったらどうする。ああ、ダメだ、うまくいえねえな。っていうか理由なんてそんな大事か。生きてこその殺し合い、俺が楽しければいいんだよ。うわっ、おめえもそう思わねえか。おりゃ、やめろ。
あれは革命軍のハックさん。ああ、いいんだよな、ゲッター以外のやつを買っても。ゲッターのカスタ配置は。おい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 、状況を見ろよ。何勝手に動いてんだ。ゲッターのカスタ配置は。おしゃべりしてるうちにカムサリもかまったな。は、知るか。カムサリ。真理だ。俺の特性がなかったら真理だ。ゲッターのカスト配置は。そんなの自分でマップで見れるだろう。ウィリアムは無敵スキルがある。ノコノコ近づいたところを。なごみの緑。ガー。させねえよ。空気読めよ。シーハタにいるはずの私の親友がリスポンジにいました。あなたですね。ごめんな、バイ。これが革命軍ナンバー2、格が違う。いや、それ、俺。お怪我ありませんか、ナゴミさん。大丈夫です。あ、ハクさん、注意してください。ロジャー一匹いたら三匹いるようなもんです。もしかしてこいつのことでしょうか。いや、もう倒してるんかい。道中でいたので、ついでに。ついで感覚で超ビス狩るなよ。ああ、いや、でも、シルヒゲってやつもいるんですけど、スーちゃんもほんまにやばいっす。そうですか。その方の特徴的な特性は。ダメージ減少が多くて、状態異常 80% 短縮です。なるほど。80% 短縮とはいえ、少しでも気絶が入ると。ハクさん、無謀です。グラララララ。変なのが来たな。あなったれ工場キャラが。あなたがシュルヒーですか。私のスキルに4000枚ガーラ聖剣はダメージ減少無視です。そしてカウンターが決まった際には 100% の威力が増加します。特性の開示か。が、そんなことして超フィスが工場に負けるわけねえだろうが。え、まだ体力があるそうですね。大丈夫か、おやじ。いや、くそったれ。私からは以上です。ハクさん強っ。こんな感じで私は大丈夫なので。私に怠慢に勝てるあいつなの。ハクさん、シャンクスが来てます。ふぅ、ナゴミさん、あとは任せました。いや、渡すかよ。頑張れ。